はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になる話題やニュース、疑問に投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの北村です。はい、マネーセンスカレッジの浅田です。はい、はい、今日はですね、つい最近、参議院選挙も終わりまして、で、まあ、その参議院選挙の、選挙期間中に、主に野党から、聞いたメッセージについて、ちょっと僕は、それはどうなのかなと思ったメッセージをちょっとつかみましたので、ちょっとそこを深掘りしていけたらなと思いまして。ああ、なるほど。はい。はい、で、まあ、そのメッセージというのが、まあ、アベノミクスに関してなんですけど、はい。要は我々の年金をですね、株式に投じて、当然株式ですから、上がるときもあれば下がるときもあるし、で現状、下がってきてて、大損こいてるじゃないかと。それを捉えて、だから、アベノミクスはダメなんだと。だから、自民党政権ではダメなんだと。いう話を、ちょっと聞きましてですね。なるほど。で、これが意外と、民の心を捉えてた場面をね、ちょっと見たもので、そうだそうだ、みたいな。集会とかで、そうをちょっと見まして、ちょっとまあテレビとかで、まあ気持ちは分からんでもないんですけど、それだけでもないでしょうと思いまして、でこの気になるマネーセンスのテーマにちょっと取り上げてみようかなと。なるほど。はい。年金問題ね。ですね。まあアベノミクスでね、2段階目、その厚生年金の、比率をね、変更して、株式とか海外債、債券とか、海外株式とか、そういう海外資産の方にもシフトしていって。で、今まで、そうですね、大体、年金7割強が全部国債、日本の国債だったんですけど、その国債の比率を下げて、株式の比率を上げたと。それのことを言ってるんでしょうね、多分ね。それのことでしょうね。確かに、アセットアロケーションでね、運用している、チーム 7% っていうね、会員制サービスを私もやってますけど、で、そこで、1年比、前年同月比ですね、に関しては、やっぱり値下がってますね。ですよね。やっぱりちょっと下がってきてて。ちょうど一番ピークの時だったので、で、そこから考えて、だいたい14ぐらい下がってるかな。13から14ぐらい。パーセンテージとしては下がってる。ニュースになったりもしますもんね。そうですね。それよりもチーム 7% で運用一応この推奨というか基本のバランスに比べると、今のアベノミクスの、いわゆるさっきの言っていた年金の比率はもっと緩いっていうか、もっと安全運用の方にシフトしてるんですけども、それでもやっぱり株式の比率がだいぶ増えたので、値下がりは起こってるでしょうね。そうですね。一つ言えるのは、その方たちの言っているその批判の、仕方が、非常にド素人的な批判に、なってるかなと。確かにアベノミクスで、安倍さん自体が、年金の資産をね、株式を買うっていうことの是非っていうのはあるんですけども、現状においてですね、その、年金が破綻しようとしている、破綻しているんですけども、すでに。これはね、マネーセンスでも再三お伝えしていることではありますけどね。そうですね。運用しているお金があって、今は持ち出しの方が多い。保険料収入よりも、保険料として支払う、いわゆる年金として支払う金額の方が、大体2兆円から4兆円多い、毎年ね、多い状態になって、これが増えていく状態になってる。ということは、今のね、
預かっているその積立金と呼ばれるそのお金を、うん、まあ、ある程度運用利回りを上げて運用しなきゃいけないっていうことと、うん、はい、保険料を上げなきゃいけないっていうことと、うん、で、今現役世代の人たちがもらう、うん、将来もらう年金の量と、うん、今もらっている人たちの年金の量っていうのが相対的に今もらってる人たちの方が高いので、うんうんうん、その分を減らしていきましょうと、うんうんうん、だからどうしても選挙になってくると、うん、年配者の人たちが投票権を多く持っているので、うんうん、でそういう人たちの代表の年金を下げてしまうと、うんうん、保険がなんか入らないので、ね、うん、票が入らないので、うん、なかなかいじくりにくかったっていうところはありますけど、うん、まあ、一応その今はその物価スライドというのも、うん、適用されて適用されて年々下がっていくと、うん、ね、凍結されてたものがっていうのが、まあ、今の仕組みになってます ね、うん、で、まあ、その運用利回りを上げなきゃいけないっていうのは、まあ、その年金の中では収入と支出と、ね、うん、合わせて、うん、で、うん、収入は保険料収入とで、運用利回り、うんうん、プラスこれが収入で、うん、で、吐き出しが保険料収入、うん、いや支出と、うんうん、年金ですね、ですね、受け取ってる人たちですね、うん、だからどっちもだから支出を下げて収入を上げなきゃいけない、うんうんうん、なのでその一環として保険料収入は上げているけども、うんうんうん、で運用利回りが全然上がらないので、うん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 、ちょっと株式比率を増やしましょうっていうのが、まあ今回のその変更だったわけですね、うんうんうん、まあ、当然それによって、うん、すごい巨額の年金資産がありますので、うんうん、これは世界第1位です、もうズバ抜けて第1位なんで、うんうんうん、でそれがまあ数パーセントでも株式購入をすれば、うん、もう株価がぐっと上がっているというようなところでしたね、うんうんうん、なので株価はね急激に上がっていくっていう状況になりました、うんうんうん、アベノミクスでもね、そうでしたね、まあ、株価操作と言われたこともありますしね、まあ、公的操作です、うんうん、まあ、これはもう批判っていうか、うん、そのことに関してはもう全く嘘ではないので、うんうん、政府が日銀と合わせて、うん、日銀もね買ってますから、うんうんうん、合わせて公的価格操作をし始めたと、まあ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 、でも当然それだったら、まあ、そうなりますけどね、うん、それを知ってたら我々個人投資家は何するんですかって言ったら、うん、買っとけばいいじゃないですか、そうですね、うん、乗っかればいいじゃないですか、うん、それはまあ数2年前とか4年、うん、3年前ぐらいにそんなお話をしましたね、うん、ましたね、はい、うん、どうせ上がるからと、どうせ上がるんだから買っとけと、そうです、言ってましたね今から投資しないといけないよと、うん、でまあ、その時に、まあ、優しい言い方ですれば格差が広がっていくので、うん、やるかやらないかって言ったら今から始めていきましょうねと、うんうんうん、でもお金ないって言ってもしょうがないので、うんうん、やる一定割合をね、うんうん、積み立てをしていくような、うん、ゆっくりでもいいから始めなさいと、うん、まあ、そういうような流れでいったわけです、うん、そうですね、まあ、今回はその話じゃないので、うん、でその年金についてその株式の比率が上がると、うん、当然その価格は下がったり上がったりするわけなんですね、うんうん、でその株式の比率を上げるのは、まあ、収入を増やすためということでした、うん、じゃあその比率を上げる、うんうん、でその比率、これ比率って言ってますから、うん、比率上がってるのでパーセント割合なんですよね、うんうん、はい、うん、で大体野党の方たちが言っている年金が、うん、まあ、下がった上がったっていうのって、うんうん、まあ、何兆円じゃないですか。ああ、ニュースもやっぱりそういう兆円、円単位のニュースですね。うん、これ僕もね結構、うん、投資のね初心者の方のセミナーの方も話しますけど、うん、何兆円とか何円とかって言ってる時点で、うん、それはもう投資家目線じゃない。例えば日経平均株価今日は600円の値上がりで、うん、ああ言いますね、うん、例えば為替だったら、うん、まあ、1円30銭の円高ドル安とか、うん、ああ言いますね、ラジオで聞きますよ、それ聞きますよね、聞きます聞きます、うん、これは投資をしている人たちから見たら、うん、まあ、全く必要のない情報というか、うん、それでは使えない情報、うん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 、でもし個人投資家の人だったら、まあ、一応その円っていうのは最終的には必要だって言えば必要なんですけど、それよりももっと重要な数字があって、うん、それがパーセントですね。だから多分証券会社なんかね、まあ、これ聞く方でまだ投資もしたことがないという方もいらっしゃると思いますが、うんうんうん、証券会社の、まあ、口座開設をして、うん、そこのホームページに行くと値上がりランキングとか値下がりランキングって出てくると思うんですよ、うんうん、はいはい、うん、でいわゆる
価格が全部違うので、うん、例えば100円の株式もあれば、うん、3000円の株式もあるので、うん、それをお互いに合わせて5円下がった上がった入れても、これはもう100円の方も5円が上がったらすごいことですし、うん、3000円の5円なんてもう日常茶飯事っていうか、うんうんうん、っていうことになります、うん。だからこれパーセントで揃えなきゃいけないですね。ああ、はいはいはい、うんうん。で、通常パーセンテージでランキングは、うん、まあ当然ですけど、持っていると、うんうん。ということは、我々に必要な情報っていうのはパーセントなんですよ、うん、じゃあその例えば今回 の, その参議院選挙でその集会があった時に何円値下がった、うんうん、で言う、そうですね、そうだそうだ、そうだそうだという、でそれはパーセンテージに直したらどうかということですよ。ああ、はいはいはい、まあ、大体年金資産って言ったらね、うん、500兆円ぐらいあるわけですよ、うんうん、500兆円です、うん、でこれ5兆円下がったとかって言うでしょ、うん、多分ね、今そういう話ですね、ですね、うん、1% です、 1% ですね、 1% 値下がったっていうだけでこういうふうに育ってになるわけでしょ、うんうん、じゃあ投資すんなってことになるわけですよねまあ要はその5兆円っていうこの絶対的な数値に、うん、へーってなるってことですよね。そうですね、ですね、まあ額面的に考えるとね、うんうん、じゃあその 1% 値下がりするのも嫌だっていう方がいらっしゃるのは分かります、うんうんうん、じゃあ今までも、うん、値下がった時だってあったわけですよ。もうあるでしょ、ね、年金資産が、うんうんうん。で、その時には何も言われてないというか、意識もしてない、ね。意識はしてないと思いますね。まずその、自分の株式入ってましたからね。入ってないでしょうね。ああ、そうですね。以前からね、うん。その比率が上がっただけで、それがドラスティックに動く始めた。うんうん、で、長期的に考えて、その配当益も含めて、長期的に考えて株式投資っていうのは、その年金資産を作る上では重要な、うんうん、まあ、位置を占めますので、はい、当然ね、割合の代償は、まあ、置いといても中に入れておく必要があると、うんうん、まあ、インフレ対策という意味で入れられるっていう場合も、うん、まあ、あるはあるんですけど、うん、まあ、その効果はね、今最近はそんなに多くはないっていう、ね、うん、インフレ効果がそんなに高いかっていう、うんうん、でそのそれよりもインフレ以上のリターンが得られるというような、あ、ものが株式ぐらいしかないと。あ、はい、まあ、そういうことですね、うんうんうん、で、まあ、だからまず額面で言っているっていうことがすごく問題、うんうん、それは正確な批判にはなってないっていうことですね、うんうん、じゃあ、問題として、うん、今もう国民年金は半分まで税金で賄われていて、うんうん、はい、でこれ以上増やすともう年金じゃなくて税金の支払いみたいになっちゃって、うん、まあ、いわゆる年金としてはもうここまでギリギリなんですよ、うんうん、例えば税金を3分の2、みんなそんなんやったらいらないじゃないですか、そもそも年金なんて、うんうんうん、税金で全部賄いなさいよっていうことになっちゃう、うん、じゃあ税金をある程度多く取って、うん、で年金で、年金は全部税金で賄います、うん、うん、というような形ですよね、うん、まあ、そうなると、そもそも国に任せる必要があるのかというような疑問も出てくるし、うんうん、確かに確かに、投、うん、税金を取る時のコストの無駄かもしれないですね。そうですね、再分配のコストも、うん、でそうなってくると、その野党の方たちが言っている、うん、まあ、アベノミクスの批判ということであれば、うん、まあ、当然その対案は欲しいですよね、うん、まあ、そうですね、で対案が欲しいって言った時に、うん、その年金の支給を下げるのか、うん、もう待ったなしなんですよ、うんうん、もう紐解けば紐、これ結構丁寧に話した時期がありましたけど、ありましたね、うん、それ支出を減らしてこの速度で下ろしていっても、うん、もう間に合わないですね、ダメでしたね、あの試算では、はい、うん、でこの速度で引き上げていっても、うん、間に合わないですよ、うんうんうん、で今アベノミクスでやって、あ、すごいうまいこと運用できたっていう時点で、うん、ちょうど、まあ、どうにかなるかなっていうぐらいで、うんうん、でそうでない場合、うん、まあ、もうすでにここ数年でそうではないわけですけど、うんうん、まあ、まあ、それこれはね、何十年っていうね、うんうん、あの期間の、まあ、資産が必要になりますし、うん、まあ、過去の資産から言えば普通にそれは大丈夫なので、うん、まあ、問題はないとは思うんですけども、うん、まあ、それでもその積立金の運用自体がもし数パーセント下がってしまうと、うん、まあ、当然この年金は破綻してしまう、うんうん、こういう状況の時にその野党側の人たちはこの年金どうしようとしてるんですかね、
まあその対案を聞いたことがないので。そうですね、うん、ということは年金もらわなくていいっていうことなんですかね。まあ、そういう感じ、とにかく減らしたくないみたいな雰囲気を受けますけどね。あ、うん、じゃあどうするとかではない気がしますけどね。なるほど、うん、っていう、まあ、あの今の野党がなぜ負けるかってい う、うん、もう根本的な理由になってますよね。対案がないんですよね。対案というかその、うん、じゃあ今現状この問題だからアベノミクスというのが生まれて、うん、で今まで民進党、うん、まあ、昔の民主党がやっていたことでうまいこといかなかったからやろうとしていて、で今回選挙で大負けしてるわけじゃないですか。大負けしましたね、結果として。だからやっぱりおかしいわけですよ、うんうん、で主張自体が、うん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 、まあその年金のことについてもそうですけど、うん、まあ値段が下がりました、うん、あどうもこう、まあそれはシュプレスコールとしてですね、うん、まあ、あの採用して、まあ一番ね、あのなんていうんですか、勢いがつきやすいから、うんうんうん、まあ使ってるだけなんだと思うんですけど、うん、まあ、そこに疑問を生じないっていうこと自体は、うん、まあ非常にこう残念です。残念ですね。ただまあ現状ね、うん、まあ日銀と政府がやってきたこのアベノミクスっていうのはある程度のまあ成果が出たんだと、うんうんうん、年金に関してもそうですけども、うん、まあ今の改革自体はまあ僕はもう完全とは全然思わないです、うん、完全とは思わないけども、うん、少なくとも民主党が言っている、あ民進党でしたっけ、うんうん、が言っている、うん、その考え方、うん、現実性がないですね、うんうんうん、まあ確定給付年金っていうもののがそもそも限界に近づいているっていうか、うん、限界なんだろうなとは思います、うん、一律国にお金を預けて、うん、運用を任せてで年金をもらってその年金だけで暮らしていくっていうその生活様式っていうのが、うん、もうすでにもう過去のものになりつつあると、うん、だからその年金だけで生活していけるっていう時代がもうなくなってきてる、うん、まあ、これは今の若い方は共通認識であると思うんです。ああそうでしょうね。当然全然足りないんですよ、うん、だからこそ国保で国費で 分の1拠出しているわけで、うんうんうん、全然足りてない、うんうん、じゃあそれで運用もしないで元本確保というか元本保証の、うん、銀行預金に類するようなもの、うんうんうん、だけで運用していって、じゃあ今の人たちもらってる人たちはいいです、うん、自分の子供や孫がどうやって暮らしていくっていうふうに想像してるんですかね。それはあれでしょうね、考えてないんじゃないですか、ね、そこでこう反対をしてる人たちは、うん、まあ、大体ねどうにかなると思ってるんですかね。あでそういうその大事なところを何も見ないまま、うんうん、だってね、湯水のように金が生まれてくるとか、うん、制度が生まれてくるとか、うん、誰かが解決してくれるスーパーマンが出てくるとか、うん、そんなことは絶対ないんですよ、この世の中。だから今のジジババに関しては、うん、ね、うん、今の積み立て金でどうにかしこうにかして、うんうんうん、だからもう最初からもう無理ですよと、うん、ダメですよと、うんうん、で、緩やかに縮小していきますと、うん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 、だから今の若い人たちの厚生年金をガンと下げて、ああ、素晴らしいですね。で、その代わり、うん、まあ例えばね、来年からね、また拡大しますけど、うん、確定拠出年金とか、うんうん、そういったもので運用しなさいと、うん、で、じゃあ枠広げますと、うん、ああ、はいはいはい、うん、で、そうすると投資する人も投資しない人もできるわけじゃない、うん、で、実際に翔くんの職場でも勉強してない人っていうか、うん、投資のことについてなかなかよくわかんないっていう人の全部 100% 預金にしてるわけじゃないですか。で、勉強してる人たちはやっぱり投資してるわけじゃないですか。で、実際私のお客さんの中でも、うん、まあ大企業のお客さんですけど、うん、そこの会社は、うん、僕の比率よりも株式比率が高いですよ、全体の比率がね。なるほど、うん、でも運用益がガンガン増えてるので、はあ、まあ年金はね成功してる方だと思いますけど、うん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 、その時にも言われましたね、うん、まあ、やっぱチーム 7% 初めての投資生活で習ったパーセンテージにしといてよかったと、うん、はいはいはい、うんうんうん、で多少リスクを取って老後のことに関して、うん、まあリスクを取ってって言ってもまあそんなに大きなリスクじゃないですけど、うん、取って積み立てをしていく運用とか、まあその年金だって運用してますからね、うん、で運用をしっかり考えて、で老後の資金として自分自身のお金として積み立てていくと、うんう
でこれができれば少なくとも今までの生活をずっとクリアできると、うんうん、自分自身で運用していく世界になりつつあるということですね、うんうん、でその過渡期にあるから、うん、だってこんだけでかいね年金を今すぐ廃止しましょうって、うん、そんなの無理なので、それはじゃあそうじゃなくて、うん、今の年金はそのままで、うんうん、しんどいですけどね、うんうんうん、でそれと合わせて違うお金を、うんうん、その年金として積み立てていくと、うんね、そういう考え方の二段構成ですね、うんうん、だからもう国に預けること自体はおかしいし、うん、で実際そのだからそう考えると、うん、そのなんか集会でこう5兆円下がった、うんうんうん、まあ言っていること自体は全然算もできないですけど、うんうん、気持ちとして自分たちの年金は定額にしたい、うん、あの年、元本保証にしたいんだと、うんうん、どうぞやってくださいっていうことですね、うんうんうん、絶対無理ですけどねどう試算しても難しいですけどね、うんうん、無理とは言わないです、うんうん、まあそれは老後になって初めて分かることですけど、うん、ただそういう人たちに対して本当は努力してやってた人たちと、うんうん、自分で考えてやってた人たちと、うんうん、何にも考えないでそういうふうにことを言っていて、うんうん、実現不可能なことをやってそれでやって、うん、でその人たちが生活保護になった時のこの格差は、うんうん、まあ相当あるじゃないですか。いや生活保護になるとするじゃないですか、うん、でこの人たちは自分で努力して生活保護にならないように自分自身でやっていたのに、うんうん、なんでこの人たちの面倒を見なきゃいけないんだってことには絶対になるんです。それはなりますね、うん、だから最低限の年金が欲しいっていう世界になってきたら、その最低限ってどこですかっていう話になって、これはそのイギリスのところでもお話をしたけども、結局その富の格差がある、格差はしょうがないんだけど、どこまで是正する必要があるのかって言ってるわけですね。ここは国民でちゃんと話をしなきゃいけないので、これがダメだって思うんだったらちゃんとその対案を示さないと何も先に進まないから、結局それは出せないということであれば、今の現状のもう解決方法としてはこれがベターだということになってくるんじゃないかなと思います、うんうん、まあ今日のお話は長いですけども、うん、長くなりましたけど、うん、基本は額面で考えるなということですね。まあ最初それでしたね、投資はね、パーセンテージで考えろと、はい、パーセンテージで考えると5兆円っていうのはわずか 1% だ、うん、1% の値下がりはそんなにしんどいもんじゃないです、うんうん、投資してるんだから当然それくらいはありえますよねと。そうですね、いうことですね、はい、でまあ年金の問題があって収入を増やして支出を減らすんだというようなところありましたけど、うんうん、その収入を増やしていく過程で株式を増やしたと、うんうん、で支出を減らすっていうこともあって、うん、でじゃあこれでも年金の財政検証、ね、うん、昨年の財政検証の中ではうまいこといかないということは大体分かったわけで、大体分かりましたね。でそういうことで考えると、うん、その運用利回りを上げていかないとどうにもならないと、うん、これ以上保険料を上げることもできないし、うん、これ以上国費を、ね、つぎ込むこともできないし、うん、でこれ以上の速度で給付を下げていくこともなかなか難しい、ね、ということなので、うんうん、そうすると運用利回りを上げていくしかないっていう状況下で、うん、今のその比率、まあ、いわゆる株式投資の比率を上げていくっていうこと自体が問題なのかどうかっていうことですね、うんうん、まあもう当然こういうのは運用の利回りなので、もう日々公開されていてもいい情報なので、やっぱり運用で自分自身のお金がなくなっちゃうかもしれないから積み立てておこう、うん、まあ、これ定期預金で積み立てておこう、うん、それも一つの考え方だし、うんうん、年金なくなってしまうから僕は運用しておこう、うん、これも考え方だし、うんうん、やっぱりある程度自分自身で努力をせんと、うんうん、資本主義社会っていうのは努力した人間が報われる社会だと僕自身は思うので、うんうんうん、適切な努力、うんうん、って言った方がいいかな、うんうん、ビジネスとしては個人でしっかりと運用しましょうという、うん、そういうこともあるでしょうけどね。そうそう、はい、まあ、時代の構造というか世界の構造がそういうふうになってきてるんだから、まあ、そういうふうにしていきましょうということですね。はい、はい、じゃあ今日はちょっと長くなりましたけれども、この辺で終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。